がコースを外れました。スバルインプレッサダブルアレックス STI 登場です。2位です。このメンバー、キッズの周りを。さあ、勝田選手、足立選手は今年の全日本ラリー選手権 JN4 クラスシリーズチャンピオン。止まって、さあこれで勝田選手は一旦退場ということになりました。